政府として外国人の生活を保護してやる自国の人間と同様の条件で、こんなことをやっている国は日本だけだと思います。他の国はですね、せいぜいフードスタンプを配ったり教会や炊き出しをしたり、そんな程度であります。あの世界に知り渡れば、日本に行けばお米が売る、いうことで怠け者で無能な外国人が日本で挙げて集まってきてしまいます。その時に税金でそれらを養うのは誰でしょうか。日本で生まれて日本で死ぬ日本人であります。私が外国人生活の制度として廃止しなければならないと考えております。71年前に当時厚生省の社会局長、これが出した一本の通達、当面の間外国人も日本人と同様の条件で生活保護してやりなさい、これを根拠にずっと71年間外国人生活保護をやっておりますけれども、当面の措置、当面の措置つって一体何年やってるんですか。それとですね、外国人に生活を与えることは憲法に違反しております。憲法全文にちゃんと書いてあります。最高裁で外国人生活法には法的根拠がないというような判決も出ておりますし、何よりもですね、大体あの生活法の総予算ってずっと大盛りなんですよね。一人外国人に生活を与えれば、一人日本人にもらえる人が増えると、バーターになっております。そんなこともですね、まずは日本人を優先したのかということで、外国人生活を廃止すべき、というようなことを訴えとして持っております。